はい、こんにちは。今日はね、少し部屋の模様替えしたんですけどもね、レモンとはちょっとかけ離れてますけども、こちらにあるね、エルビス・プレスリーの、ゴールドレコードのレプリカなんですよ、これ2つね。今日はね、今エルビスというね映画上映されてるんでね、ちょっと模様替えをしてみました。でちょっとこの後ね、レモンのお話もありますんでね、よろしかったらご覧になってください。どうぞ。先ほどのちょっとオープニングのねエルビスの話なんですけどもね、なぜエルビスなのか私とね同年代の方々、はね名前大概知ってると思います。まあ同年代の方でなくてもエルビス・プレスリーという、ね、名前をね知らない方多分いないと思うんですよ。エルビス・プレスリーがいなかったらばね、ビートルズやねクイーンなんかもおそらく存在しなかっただろうという有名なね、歌手ですよね。エルビス・プレスリーがいたことによってね、ロックというものがこの世に出てきたんですけれども、エルビス・プレスリーっていうのは、黒人の音楽を、ベースとして白人でありながらそれを融合させた形でロックという形の、リズム&ブルースからねロックという形の、曲を作り上げてきたんですけども、それがものすごくね自分は好きで、でエルビス・プレスリーと同じようなこう髪型いつもリーゼントしてですねこれがね自分のこうリーゼントをしているねゆえなんですよ。でこちら先ほどちょっとお話ししたねこのゴールドレコードのレプリカなんですけども、このゴールドレコードのレプリカ、これ以前原宿にラブミーテンダーっていうエルビスグッズやなんか売ってるお店があったんですよ。もう今はそのお店ないんですけども、そこの前に、お店の前にですよ、大きなねエルビス・プレスリーのね銅像があったんですが、その銅像は今ね神戸の方に、飾られてますね。いろんな歌手の方、日本の歌手の方がお金を出し合って作り上げた銅像なんですけども、それが今、神戸の方にあります。でその時のお店でこれ販売してたもんね。これね自分のお友達がね誕生日のプレゼントにってね買ってくださったんですよ。で買ってくださったっつってもいやいやいやびっくりですよ。このゴールドレコードのレプリカ2つで65インチのテレビが買えます。それぐらいのものなんですね。なんでこんなの私にくれたの。でまあその頃ですよ、その頃自分ね、某名前のねこうロックンロールクラブのね、ちょっと 会長っていうかねこうリーダーをやってたもんですからね、そんな意味合いもあってこういただいたんですけども、これねロックンロールクラブっていうのねちょっとやってましてね、その時にこうねいただいたものなんですけどもね、その頃ね、自分とまあ同年代、ね、大体YouTube を見てると、大体自分を見てくださってるね、視聴者様のね、年齢層とかね、男女比がわかるんですよ。それ見るとね、まあ自分よりも若干上の人の方が多いのかなっていう感じもするんですけれども、ほぼほぼ同年代の方々は、そのエルビス・プレスリーっていうものをね、結構熱狂的に不安だった方が多いと思います。それとこれですね。そのお店で、これはね購入したもんなんですけれども、これすごいんですよね。この中になんとなんとこれ今ちょっと手に入らないと思いますけれども、こちらの方の中を見ていただくと、こちらの中にはね、まあ、エルビス・プレスリーのその当時の、物語なんか書いてありますし、こちらの方なんかね、サンスタジオって言って、ね、エルビス・プレスリーがね初めてねレコーディングをした、ところですね、スタジオですね。でこういろいろ見ていくと分かるんですけども、まあこれね本当にねたまたまそのお店をこう閉めるというちょっと前にね、そのお店に伺った時にこれがまだ残ってたんですよ。でこれってもう絶対貴重なものに手に入らなくなるなと思ってちょっとね奮発して購入してみたんですけども、とにかくいろんな当時の、物語とかね、その他エルビス・プレスリーがね、当時
送ったこうラブレターみたいなものも、あとこれはあのーね、軍の方にね、招集されてね行った時の頃の、手紙やなんか、それのねこれあのレプリカなんですけれども、こちらもこうちゃんとね中にそっくりのものが入ってるんですね。その当時書かれたものとそっくりのものが入ってる。でこういったようにこれこうなかなか手に入らないんですけど、こんなものをあのコレクションとしてね自分結構集めてたんですよ。でそれとねレモンが何に関係あるのって全然関係ないですね全然関係ないんですけれども、こういったようなあの別の趣味もあるっていうことでね、今回ねちょっとご紹介して、させていただきましたし、ちょっと模様替えしたよってことでね、ご紹介したんですけれども、じゃあ早速ね、皆さんにとってエルヴィス・プレスリー、あまり興味ないよって方たちもいらっしゃると思うのでね、レモンの方のお話を言おうと思います。まずね、今回なんですけれども、こちらの方ね、先日です、先日こう半月さんという方、以前ね新しいねこうなんだこれからレモンを、栽培始めてみたい方とかね、そういった方たちに、どういうふうにやるとレモンの栽培始められるよとかね、どうやってやるとうまく育てられるよっていうのをぜひこう教えてあげたらいいんじゃないですかっていうねこうやり取りをしたことがあるんですけども、その満月さんからね、またねコメント、こう中身の濃いコメントいただきましたね。でその満月さんのねお話の中で結局、今まで昔はね満月さんはこう培養土、普通に売られている培養土を使って栽培をしていたんですけども、その培養土を使って栽培していた時と違ってね、自分がこう今まで過去の中でレモンの教室っていうものを何話かやりましてね、パート1からパート10ぐらいまでやったのかな。その他に、レモンの教室の後にレモンハイスクールってのをやりましたね。でこのレモンハイスクールの後には、レモン栽培始めようね、レモン栽培始めよう、要は今までこうレモンの教室っていうのはこう栽培していく過程をいろいろお話しした部分で、レモンハイスクールっていうのは今度皆さんで考えながらやっていきましょうよって言った部分、それとまだまだ全然レモンを知らないんだけどレモン栽培をなんか興味持って始めてみたいっていう方たちのためにレモン栽培始めようっていうのをやったんですね。このレモン栽培始めようっていうのを今ずっとやってきてね、35話ぐらいまで来てるのかな、ボリューム35ぐらいまで来てるんですけども、こちらの方で、今回その、ね、また満月さんからお話ししていたんですけれども、こう培養土で栽培してる時の、まあ、自分のレモンと、まあ、自分がですね、自分がこう今までこうやってやるといいですよっていうご指導した部分と成長が歴然と違うところです。成長が歴然と違うので、その辺をぜひね、たくさんの方々にね教えてあげるといいんじゃないですかってまたコメントいただいたんですよ。ねえ、いい助言ですよね。こういった部分で不思議なんですけれども、やはり植物に必要な部分、ね、植物に大事な部分っていうのは土なんですね。土、その土を、まあ、市販で作られているのが悪いとは言わないですよ。市販で作られているのは悪いとは言わないんですけども、市販に作られているものの観葉植物の土とかね、こういろんな土があるんですね。それ中身のこう、pH の成分が違ったりとか肥料の与え方が違ったりとかって、その辺で、まあ、いろいろな方向性があるんですね。でレモンの場合にはレモンに向いた土の、成分構成とかね、その辺がありますので、一番こう端的に成長を促すのにちょうどいいっていう部分を自分でいろいろこう今まで10年以上やってきてこう試行錯誤して、こういうバランスでやると非常に成長が良かったなっていった部分を今回ね皆様にこうお伝えしてるんですよ。で当初ね、赤玉の小粒、赤玉の小粒が7割がいいですよと。でそれも赤玉の小粒も硬質タイプの赤玉を使うとこう潰れなくてね、こう要は赤玉っていうのは潰れてくっついてしまうと水を通しにくくなるんですよね。通らないってわけではないんですけど、若干水を通しにくくなる。ですから硬質タイプでなるべく潰れないものをね使うことによって追水性を良くするっていうのがいいですねっていう話。それと完熟の腐葉土を使う場合には
こういう葉っぱを集めたばっかりでまだこう微生物が分解してないような葉っぱのこう枯葉のカスみたいなものばっかり入っているものだと効果が薄いんですよ。ですからこう葉っぱを集めてそれである程度の1年2年という歳月を経て微生物が分解し始めているものを微生物が分解して完熟になったものを使うといいということ、それとその他に、混ぜるんで部分で一番いいのは堆肥ですよね。堆肥、堆肥も牛糞堆肥が割とレモンには使われます。で牛糞堆肥の他に、あとはバーク堆肥といったものも、レモン栽培には非常にこう効果効率がいいんですね。で堆肥を混ぜるっていうのは、堆肥っていうのは何なのか、ね、ちょっと遡ってもらうと分かるんですけども、堆肥っていうのはこう土壌改良剤ですね。いや要は赤玉の小粒っていうのはほぼほぼあの栄養成分っていうものは考えられない部分がありますので、その土壌改良、要は堆肥を入れて腐葉土、完熟腐葉土を入れてこうブレンドしておくことによってね、その中でこう微生物が湧きます。微生物が湧いてその微生物が土の中の、腐葉土やなんかこう分解していく。で本来こう有機質っていうものを植物は吸い上げるわけではないんですね。そのねこう微生物が分解してもらった無機質になったものを植物が吸い上げる、ね、そういった部分がありますから、とにかく、堆肥を、十分含ませたもので、その堆肥と赤玉の小粒、それをこう融合させてそこの中に肥料を入れることによって、この分解された、ね、この微生物がその肥料成分をねこう蓄えたりなんだりする、あの団粒構造という土の構造を作るんですね。その土の構造を作ったところに肥料がこう蓄えられて、それが無機質化してって木に吸い上げられるっていういろんなこうメカニズムがあるんで、そのメカニズムの部分を、こう分かってくださいっていう部分じゃなくてね、要はそういう、理屈を覚えてもレモンの栽培はこう難しくなってしまうと思いますので、要はこういったものとこういったものとこういったものを混ぜると成長がいいですよとそういうふうに覚えてください、ね、この弾力構造がどうだこうだとかね、体液がどうだこうだとかっていうよりも、とにかく通常市販されて売っている、培養土、市販されて売っている培養土と、まあ、今回自分がこうブレンドしてね、作っていった、こうレモンに合うための赤玉の小粒とかね、堆肥とか完熟腐葉土とかって、その辺をブレンドしたものでは成長過程がぐっと違いますよと、これを満月さんからも今回ご連絡いただいたんですね。でどういう話だったかっていうとね、ちょっとこの文面、その文面をこうロールアップスクロールアップしてね、こちらの方にね今出しますけれども、こういった形で、その満月さんからご連絡来ました。これをぜひともね皆さんも、参考にされて、レモン栽培のこの土の作り方、その辺をね、理解してやっていったらいいと思います。で植え替えの時期っていうのがちょうど、3月ぐらいがベストなんで、今植え替えるというタイミングではないんですけども、今植え替えるというタイミングではないけれど、でどうでしょう、6月に肥料を与えましたよね。でこれから、8月の後半から9月にかけてってまた肥料を与えていくわけですが、その時にこの肥料と一緒に堆肥成分を、こうブレンドしてね、鉢の周りをちょっとこう掘ることによって、その周りに堆肥成分と肥料をねちょっと多めに入れることによって、実つきや花つきが良くなりますから、その辺をねぜひともね今からでも間に合う方法で、試してみてください。ちょっとねその辺のやり方もね、お教えしますので、そちらの方もぜひ参考にしてみてください。それでね、通常なんですけれどもね、こういった形で、過去動画見てもらうと分かるんですけども、この
赤玉の小粒の硬質タイプ、赤玉の小粒のね硬質タイプ、ちょっとね固めのタイプですね、固めのタイプの、赤玉の小粒、これに対してですね、これを、当初ですよ、7割っていう形でやってましたけども、今いろいろこう自分の中でやってきてみて、まずこの赤玉の小粒を、赤玉のねこの小粒を、大体6割ぐらいがベストなのかもしれないですね。6割ぐらいがベストなのかもしれない。これを6に対してこの完熟の腐葉土、完熟のね腐葉土と、その他このバーク入りの堆肥ね、バーク入りの堆肥を、入れるといいと思うんですけれども、まず完熟の腐葉土をこちらの中に、これね今6割に対して完熟腐葉土をねとりあえず2割入れます。完熟腐葉土をこちらの方を、2割ほど入れますね。これちょっと完熟の腐葉土を2割ほど入れます。それで、こちらですけれどもね、こちらの方、バーク入りの堆肥ですね、バーク入りの堆肥、こちらの方もやはり2割、これをやはり2割ですね、その方に2割、これで、とりあえず、6、赤玉の小粒6に対して、完熟の腐葉土2とバーク入りの堆肥をこれに入れることですね。これで通常ね、植え替えの時期ですと、これに元肥を入れて、なおかつその元肥を入れた他に、ゼオライトを入れて、まあ、根腐れを防止するような形にして、で植え替え土として、植え替えていくんですけれども、今回その肥料をね、肥料を与える時期に思ったようにね、こうバーク堆肥とかね、そういった部分の堆肥環境を入れてなかった場合、入れたくなかった場合にはこういった形で少しブレンドをされてね、これを、プラスアルファしているといいと思うんですよ。こういう形ですね。で、もう土がね、ウォータースペースいっぱいいっぱいに入っちゃってる場合にはね、とりあえず完熟の、腐葉土とバーク入りの堆肥、これね、赤玉の小粒を抜いちゃっていいですから、そのバーク入りの堆肥と完熟の腐葉土だけで結構だと思います。そこに、今回ね、ちょっとこれ用意させていただいたのは、有機配合肥料ってことですね。有機配合肥料。骨粉とかね、魚粉、油かす。その辺がね、入ったものですね。その辺が入ったもの。その辺が入ったものを、こちらの方に入れますね。こちらの方にこちらの入ったもの、これをね、元肥という形で、植え替えれば、その時ね3月はそれで植え替えればいいんですけども、今は追肥という形ですね。追肥、要は、6月過ぎて、今度は8月後半からね、9月にかけての追肥の時期、その追肥の時期にね、こういった形で、さらにブレンドして、これを肥料として追加していってもいいと思います。こういった感じですね。思ったよりね、レモンって食いしん坊ですからね、少し多めに肥料をあげてもいいと思うんですよ。少し多めにね。それでですね、これをどうやって、肥料を施していったら一番理想的なのかっていう部分ですね。まずこれを施していく施し方ですよね。こういったようなこう土に対して、これね、こうやってこう上をね、そーっとなじってもらうと分かるんですけども、非常に柔らかいです。で、柔らかいので当然のことながら細いね、根もね、こう
地表近くまで出てきますね。地表近くまで出てきます。で、この周りをこういった形で少し掘ってもらいます。掘ってもらいます。こうやって周りをね、掘り下げてください。周りの方を掘り下げてもらって、こういった形で周りの方を掘り下げてもらって、でこの掘り下げたところにね、こちらの今ねブレンドしたものを混ぜていくんですけれども、この土がもともと多い人はね、先ほど言ったように赤玉の小粒だけ抜いてくださいね。赤玉の小粒抜いてもらった上で、バーク入りの堆肥とね、完熟腐葉土、それと、乾燥性の肥料ですね、有機栽培用の肥料を今回入れましたけども、こういった形で周りにザーッと入れてってもらいます。で、魚粉とかね、魚粉とかね、こう油かすとかその辺もね、配合されてますのでね、室内でね栽培されるとね、どうしても匂いが気になっちゃう場合がありますが、その辺ね気にされる方っていうのはね、やはり周りをね、掘っていただいて。周りを掘っていただいて、周りを掘っていただいて、こう入れますよね。入れた上でこの土を必ずかぶせてあげるってことですよね。この土をかぶせてあげる、かぶせてあげることによってね、匂いもある程度落ち着いた形になりますから、その辺うまくね、揚げ方もね、考えてみてください。これでね、結構伸びが本当に変わります。このようにね、作っていただくとね、こうこのジャンボレモンもそうなんですけれども、実もしっかりねこう大きくなりますし、実がつきながらね花もどんどん咲いてきますね。でここ最近質問の中、要はコメントの中にね、こうレモンの実がどんどん落ちてしまうとかね、ね、こう何個かなっていたんだけれども結局一つになってしまいましたとかね、もうまるっきり落ちてしまいましたっていうのは、やはり栄養不足とかね、日照不足なんですよ。で栄養不足、日照不足っていうことは、やはりねこう一生懸命育てても栄養不足でね、実が全然なくなってしまったんで、レモン栽培してすごく楽しくないじゃないですか。だからやはり、春に植え替える際にしっかりとですよ、土の根鉢の方をある程度崩していただいて、しっかりした土を作り上げた上で植え込んであげるっていうのが本当に重要になってきます。それで6月にでこう追肥を与える頃っていうのは、もう花がたくさん咲いてね、人工授粉も終わっても小さなレモンの実がたくさんつくんですね。このたくさんついた時によしよしとね、栄養不足なのによしよしと思ってると、みんな落ちてしまうんですよ。だから3月の、土を作る段階で土を作りきってない場合は、6月とかこの夏に、今ねこう雨ばっかり続いてるじゃないですか、この時期に、再度今やったように堆肥と、乾燥性の肥料系ね、こう有機栽培用の肥料でもいいですから、その辺をまたしっかりとグッと与えてあげる、それと2週間に1回ぐらいねこう液肥を与えてあげるという工程をサイクルをね続けることによって、またしっかりと花咲いてきますから、それをうまくすれば、本当は春に咲いた花に実をつけると一番いいんですけれども、まだまだ夏に咲いた花に実をつけても、レモン、ね、結実していけばね、栄養さえしっかり行き届けば、それも実にすることもできますんで、ぜひともね、皆さんね、こう、試してみてください。じゃあ、1本レモンの木を栽培している場合にはね、今やった方がいいと思うんですけれども、2つある場合に、普通に、培養土で栽培しているのと、今私が言ったような栽培方法で栽培したのでは、多分成長がぐっと違うと思います、ね、
こういった形で、自分もねいろいろこう失敗して、その失敗の中からね、うんと育てやすい、要は鉢植え栽培でレモンをどんどん育てるっていう方法をいろいろね試行錯誤してきましたんで、庭に植えてる部分ね、それはね、庭の方にこう肥料をまいてしまえばいいんですけれども、コメントでね、お庭の、レモンの方もぜひね、言われてる方はいいんですよ。ですけどね、あの庭で撮影するとね、あの場所的な部分が分かってしまうのでね、ちょっとその辺ね、申し訳ないですね、撮影できないんですけども、大体鉢植え栽培の前にはこういうふうにやっていくといいんですよってことをね、今回ねこうお伝えしたくてね、動画を出したんですけども、満月さんからねこうコメントいただいてね、その辺で、今日は新たにね、こういったような形で土を作るといいですよ。で、土をね作りきってない場合にはこういった形で補足的に補っていくのも大きく成長させる、花をたくさん咲かせるためのコツですよっていうのを今回ちょっとまとめて、お伝えさせていただきましたね。ぜひともね皆さんね、せっかく始めたねレモン栽培始めようでね、レモンがならなければね、レモン栽培やっててもつまんなくなってしまいますのでね、ぜひね、皆さん試してみてください。こんな形で、また、ね、次回ね、次回は8月かな。8月、今度暑い頃だと思いますね。その辺に、向けて、いろいろちょっと考えてね、まとめてお送りしたいと思いますので、よろしかったらまたご覧ください。それではまたお会いします。さよなら。